がとう。嬉しいよ。ごめんね。ゆきちゃんは？大変だね。ゆきちゃん待ってる？そうなんだ。残念だね。でも、ゆきちゃんも頑張ってるよね。委員会って大変なんだろうな。そんなことないよ。大変なんだよ。どうしたの？どこに行くの？私が行ってきていいのかな？うふふ。ゆきちゃんにお土産だね。3つも？うふふ。行ってくるね。お待たせ。あれ、怒ってるの？そうだよね。お兄ちゃん、今日はもう寝るの？あ、ううん、なんでもないよ。あ、ケーキ？ありがとうお兄ちゃん。うん、取ってくるね。うわあ、お兄ちゃんありがとう。起きてる？入るよ。起き、うわうわうわ。毛布をかぶらないでよ。お兄ちゃん、起きてくれないの？え、そうなの？あ、おはようお兄ちゃん。わあ、また。モーニンじゃないよ。できてるよ。うん。ぐっすん。へえ。わわわ、ちょっと待ってよ。コーヒーなんだけど。ちゃった。ゆきちゃんもすごい。ギネスの2番目だよ。あ、それより、あ、そうだね。うん。溶けちゃってるね。うん、残念だよ。寒いもんね。どうしたの、ゆきちゃん。もうこれから氷はできないのかなって。ちょっと寂しいね。うん。転ぶのはやだな。もうひどいよ。それじゃあまたね。やっぱり優しいんだなって。うん、なんでもないよ。プリントやりなさいって言ったよ。何よ、ちゃんとプリントしないとダメだよ。お兄ちゃん、ご飯食べよう。どうかしたの？そうだね。いただきます。そうだね。じうん。ゆきちゃん、おいしいよ。ありがとう、ひよりお姉ちゃん。でもいいなあ、ゆきちゃんってお料理が上手だもん。そんなことないよ。もじもじで練習してから。ひよりお姉ちゃんのお料理か。すごく楽しみだよね、お兄ちゃん。お兄ちゃん。そんな楽しみだなんて。照れちゃうよ。私も一緒に帰るね。うん、そうだよ。あ、お疲れ様。ゆきちゃんもお疲れ。うん、ご苦労様だよ。そんな大げさだよ。どうしたの？風が気持ちいいね。そんなことないよ。